J1 鹿島アントラーズは7月4日、日本代表 MF 佐野海州がドイツ一部マインツへ完全移籍することを発表した。佐野は1日に鹿島アントラーズを海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため離脱していた。現地では2028年まで4年契約で移籍金は250万ユーロ、約4億3000万円だと報じられている。 23歳 MF はクラブを通して発表したコメントの中で、異例の謝罪スタートしている。23歳の佐野は昨年、FC 町田ゼルビアから鹿島に加入すると、ボールダッシュ力に優れたタレントとして台頭。昨年11月に日本代表デビューを果たし、混沌のアジアカップにも出場した。鹿島での2シーズン目の今季は主力ボランチとして、 リーグ戦20試合に出場したサノはすでにトレーニングにも合流ドイツシキッカーは2028年まで4年契約で移籍金は250万ユーロとし昨年鹿島との契約を2027年1月まで延長したため移籍金のハードルは高かったと伝えたまた移籍金はボーナスによりさらに増額する可能性があるという 新天地での飛躍が期待される佐野。だが、クラブを通して発表したコメントでは、鹿島が J1 リーグ2位で上位に食い込んでいることもあり、謝罪からスタートしている。この度、FSV マインツへ完全移籍することになりました。シーズン途中にアントラーズを離れることとなってしまい、本当に申し訳なく思っています。しかし、自分のこれからの人生を考えたとき、 サッカー選手としてさらに成長するため、このチャンスを生かしたいと強く思い、覚悟を持って海外挑戦することを決めました。鹿島加入当初は、オーバートレーニング症候群で半年以上離脱を強いられていた。だが、鹿島からのオファーで、サッカーができる楽しさ、サッカーが大好きだという気持ちをもう一度取り戻すことができました。アントラーズの存在がなければ、 僕のサッカー人生は終わっていたと思っていますと、自身のキャリアが変化した。日本を代表するボランチとなり、森保ジャパンでも経験を積んだ。どんな時も勝利にこだわり、選手、スタッフ、クラブに関わるすべての人と共に団結して戦うことで、自分は成長できたと思います。スタジアムでのサポーターの声援はいつも心強く、ピッチで戦う上での原動力になっていました。 これからヨーロッパで自分のプレーをしっかり示すとともに、試合に出て活躍し、日本を代表する選手になれるよう全力で頑張ります。改めまして、ファンサポーター、パートナー、地域の方々、アントラーズに関わる全ての皆様、1年半、本当にありがとうございました。ドイツでスタートする佐野の新たなサッカー人生、まだまだここから成長を続ける。